それでは後半戦ですね。完全にこれを呼び出さなきゃいけないので頑張りましょう。まあこんだけなはずないと思うんですけどね。この2人を先頭で行かせたいので、この2人兄弟2人をね行かせたいので、まあちょっと普通にそれ行きましょう。あの紋章師が力を貸しているのなら、これだけ離れていても油断はできないね。何、力を解放すれば遠距離でも弓で攻撃をしてくる。注意して進軍してくれ。何、そんな能力なの、そんな能力なの、むちゃくちゃじゃん。このおい全部じゃねえか。もう全部じゃん。お父さんを呼び出すしかないね。こことここにとりあえず2人立たせる感じかな。守備が高い2人をっていう感じでいこっか。これでとりあえず終わろう。来た、湧くんかい。マジかよー。いや待って、どういう、わかんない、もう。いやもう絶対来るもんね。普通の斧を持たせるか、近接だから。しょうがない、もうこれは行くしかないよ、お兄様。来るかな。まずいな。エンゲージするか。エンブレムエンゲージ。そして、まあ、普通に攻撃かな。弓が怖すぎて。お父さんと話せ。最後の手合わせですね、父上。覚えていますか、幼い頃私にたくさん稽古をつけてくれたこと。自分がいついなくなってもいいようにと冗談を言いながら私を強くしてくれたこと。覚悟していたいつかが今訪れたのなら、私は負けるわけにはいかない。あなたが守り抜いたブロディアの誇りを今度は私が守る。参ります、シュエ。ああ、とって、私は良い息子だったでしょうか。もっと早く聞いておけばよかった。もっと早くあなたからもらった強さに、教師に、愛にありがとうと伝えればよかった。緊張する。スタルークも話そう。
いや、ここはここはエンブレムエンゲージ行くよ。いや、テトラトリック行きます。来てください、父上。倒されるのならこの僕に。兄上にこの役目はきっと辛すぎて傷になる。だから僕が、僕が、僕があなたを撃つ。最後にこれだけは届くでしょうか。今までありがとうございました、父上。僕はあなたのことが大好きです。ずっとスタルーク、行け。よくやった。せめて安らかに。あれ？ここか。ちょっとこれだと倒しきれんから私が攻撃をして。モリオン王、生きて城に戻ったら手合わせをしようと私にそうおっしゃってくださいましたね。うん、できるならこんな形ではなく、あの城で剣を交えたかった。うん、行きます。せめて全力であなたを止めてみせる。そうだ、最後乗れるぞ。はっ、くっ、よし、まあ、行け。お前しかいないぞ。スケダッツ。強く生きろよ。強く生きるよ。ありません、もう。もう仕方ありません。これがこの世の断りなんです。すごっ、すごいな。剣馬兄貴強すぎ。なんとお詫びしたらいいか。よし、あとはここだね。ハイヤシンスに関してはもう弓打ってくるからもうどうやっていいかわからないけど、とりあえず、ずいぶんとやばですのね。ここまで行けますかね。魔法使いだったんですよね。だからちょっと魔法高い子で攻めたいので、形だけでも。しんどいけど、はい、みんな頑張ろうな。来たか。ブロディア王の姿は楽しめたか。血を捧げた残りをわざわざ異形兵にする必要はなかったが、お前たちを歓迎するため手間をかけてやったんだ。クズ中のクズ。せいぜい私に感謝し、ここで死ぬがよい。え？やばいかな。フォン・ブルサムのため。
いや、これで、これで致死量のダメージ食らったら、そりゃ、赤いよね。あ、じゃあもう、これで致死量のダメージ食らうなんて、そんな、許さないですよ、私は。回復いたします。大丈夫、一発ずつならね、どってことないんだから。さあ倒してみなさい。油断して熱くなってしまう。倒してみるがよい、私のこと。終わったか。よし、しかない。え、魔法だよね、当たり前だけど。キラーボウ、いや、体術と剣とマスターモンク。そうなんだ。いや、私ここでエンゲージいたします。エンブレムエンゲージ、エンブレムエンゲージ。よし、待機だ。そしてここでじゃない、ここで並ぼう。エンブレムエンゲージ、この身を捧げよう。そしてここで傷伏し、装備どうしようかな。装備、これを装備して使うか。こうか、こうな。下でグリフはもう、もうありがとう。ここで待機して、文句だから魔法、魔防が高いのでどうしようもないな。ここはもう受けるのは良くなかったかもしれないけど。は？ハイヤシンス王が分身した。どういうことなのでしょう。あれは彼の残像、紋章師の能力によるもので、何をしてくるかわからない。気をつけよう。おっと、さあ、おやすみなさい。なに、もうただ単純に普通に増えただけじゃんか。本体さんよ、うーわー、え、どういうこと、どういう弱さなの。どっちも高いはずるくないか。じゃあ逆に言うけどさ、こう、まずい、どっちも高いんだ。だからもう攻撃して、私は認める。なんせ腕前だ。しょうがないわ。いや、これいけるかな。ここで、さ、ここに立てればいけるんだよね。ってことはここでオーバードライブ、一番強い武器で頼む。これだ。もうここで行こう。これで一気に畳みかけなきゃダメだ。まあ恐ろしいな。クリティカルなんでだよ。ここでなんでクリティカルなんだよ。間に合わない。ここで
攻撃ファイヤー、その剣だけど、まずいな。これで攻撃、いや、これでどうよ。七変化と参りましょう。鉄のナイフよりさ、サインの方が効くんじゃない？そんなこともない。で、サインの方が、うわぁ、七変化したけど、じゃあもう、わぁ、こっちよりもファイヤーの方がいろいろと、私が邪魔なんだよな、すごい。あ、私がすごい邪魔だな。ここに、うわー、もうギリなんだよ。あー、いやー、一発は食らってしまうな。いや、いいよ、しよう。癒しの手使うか。戦うしかない。みんなとりあえずちょっとずつ回復。よし、直してやる。一番物価が高いがこれか。もったいないな。これでいいのか本当に。でもさ、使ったよね。使ったんだからもうしょうがない。おっと、行くぞ。行くぞ。行くぞ。よし、ブシロンなんかでうつつを抜かせてていいのか。行かせていただく、ファイヤーシンス。とどめだ。みんな見ていてください。まさか私。そうだ、お前がな。よっしゃ、大変だった。私たちの勝ちです、ハイヤシンス王。観念してください。来るな、来るな。父上の仇取らせてもらう。覚悟しろ。この魔法は あいつは母さんを殺した。ありがとうございます。危ないところでした。ここであなたに死なれてしまうと困りますので、儀式は成功しました。
間もなくこちらに蛇竜ソンブルが参ります。もう動けるようになられたのですか。王の血を捧げた甲斐がありましたな。なんだよ、好き勝手されちゃうんじゃん結局。さあそろそろお目見えですよ。おお、ソンブル様。こたびのお前の働きでこれほどまでに力が戻ったぞ。もったいなきお言葉だが、あと少し足りぬ。それでは、こやつらを逃げに。貴様、何を勘違いしている。そういうこと。我が求めるは王の血だ。わかる。最後にその血を我に捧げよ。そんな。蛇竜の仲間ではなかったのか。これは面白いものを見ました。見ましたか、あの顔。裏切られた時の表情、傑作でしたね。あんた何言ってんの、何笑ってんのよ、バカじゃないの。やっぱり、あれはベイル。うるさいですね。せっかくの経がそがれました。これだから人間は嫌いなんです。私のことなんじゃないかな、お姉ちゃんって。兄弟だ。別人。でもあの包帯は私が巻いたものです。あれは一体。自己紹介がまだでしたね。私はソンブルの娘にして蛇竜族の第一王女ベイルと申します。以後お見知りおきを。ベイル、やっぱりベイルなんですね。蛇竜族の王女ってどういうことなんです。今まで私を騙していたんですか。騙すも何も、こうして私たちが話すのは初めてのはずですが。分かってないんだよ。え、覚えてないんだ。ベイルよ、無駄話はそこまでだ。指輪を奪え、すべて。仰せのままに。ごきげんよう、神竜様に王族の皆様。お久しぶりですわね。あなたは。貴様はフィレネ王女を襲撃した者だな。貴様だなんてご挨拶ですこと。まあ、あの時は名乗りませんでしたものね。フィレネ王女では部下が失礼いたしました。あの者は責任を持って私が殺しておきましたので。
改めまして、私はセピア、数千年を生きる魔竜族、そしてソンブル様のしもべですわ。隣にいる者たちとは家族のようなものですの。4人まとめてシクと呼ばれておりますのよ。何が家族だ。竜族はあんただけ。こちとら普通の人間だぜ。俺はグリ、やるならさっさと終わらせる。僕はマロン、王族揃いって聞いてたんだけど、君たち僕らよりオーラないんじゃない？僕コラン、私はもうお初にお目にかかる。ベイル様よりお話は金が。宿だかなんだか知りませんが、あなたたちの相手をしている時間はありません。とにかくこの場を切り抜けますよ。みんな紋章師とエンゲージを。指輪が、え、ここですよ。竜の時水晶、やはりあなたが持っていたのですね。セピアたちと楽しくお話ししている間にこっそり取り戻させていただきました。全く気づかないとは注意散漫ですね。まさかそれを使って？はい、指輪はすべてこちらの支柱です。返してください。無理だ、返してくださいは無理だ。どうぞお父様。え、もう全部集まっちゃったんじゃないの？よくやった。これで指輪は我のものだ。だが、まとっている神竜の力が煩わしい。特にこの英雄を。マルス！マルス！何もできないんだ、そうか。輝け、始まりのエンブレム。マルス！マルス！マルス！答えてください！マルス！無駄です。あの指輪にはお父様の力が流れました。もうあなたのマルスではないんですよ。そんな…伝えよ、聖戦のエンブレム。まずい！みんな、シグルド、守れ響きのエンブレム、癒せ暁のエンブレム。セリカ、ミカヤ、もうやめてください。解き放て警報のエンブレム、立ち向かえ封印のエンブレム。リーフ、ロイ、こんなことって。これであなたの紋章紙は全部こちらのものです。欲しかったんですよね、マルス、シグルドも。ルミエルを殺した時、その二つだけ諦めることになって、私とっても悔しかったんですから。ベイル！神竜様、ここは撤退を。逃げられると思っているんですか？指輪のないあなたたちに勝ち目はない。ここで全員死んでください。返して、みんなを返してください。逃げられませんよ。これまで手荒な真似をしなかったのは、紋章師の力を警戒していたからなのですが、今は状況が違います。あなたはここで死ぬのです。来てしまった。ここまで共に旅をしてきた大切な紋章師たちの力によって。指輪を取り戻さないと。ダメだ、神竜様、時水晶を失い指輪も持たぬ僕たちに勝ち目はない。紋章師たちの力がどれほど強いかは君が一番分かっているはずだ。ああ、ひとまず向こうに見えるあの場所を
あれ？あそこまで引けば奴らを負けるかもしれない。そんなー、うわー、もうダメだー、おしまいだー。はい、ということで、まあ、こんな感じでね、次に進んでいくんですが、まあ、今日ちょっと時間なので申し訳ないんですけれども、次の回にこれは移行させたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。カンナでした。じゃあの、バイバイ。